の世界と地上世界とを結ぶ泉ですか。もう他の人たちは地上世界に行ったようですが、ハリーも早く行かなくちゃ。行かないまでも、もう少し明るくならないとジジイになっちゃうよ。そうそう、そんなんじゃ女の子にモテないぜ。少しは俺を見習わないと。だから、タカシを見習ったらダメだって言ってるの。全部が悪くなっちゃうじゃない。言ってーな、そこまで言うか。あんたには言ってもいいの。帰りましょう。ちょっと冷えてきちゃった。そうだな、女の子は腰を冷やすといけないらしいから。余計なことは言わんでよろしい。だからそのスリッパはどこから出したんだっつーの。聞こえてるわよ。ほら、バカなこと言ってないでさっさと帰るわよ。ったく、もうちょっと女らしくできないのかね。なあ、シーナ。無理するなよ。ちょっとタカシ、あんまりシーナにくっつかないの。あんたのバカが映るでしょ。シーナに俺のバカは映らないって。
街中かぼちゃだらけだね。ねえ、なんでハロウィンってかぼちゃのお化けを飾るのかな。いいことだし。一緒に見てくれないの？
してカリンと言いますの。そうですな。こっちの世界では天上界などなどと呼ばれてるです。とにかくその天使界から地上の世界に降りてきたです。その証拠に天使の羽が見えませんか？違うです。本物の天使の羽ですの。この羽は普通の人には見えないですの。けど、シーナには見えるはずですよ。だから、お前じゃなくてカリンですの。試験のために地上世界の人を幸せにしなければならないです。その試験対象者が決まっていて、カリンはシーナの担当になったです。だからシーナのことを知ってますの。双葉のことなんか忘れて幸せになる方がシーナのためですの。Thank you.
さん、言い方が悪かったです。忘れるって言っても、すべてを忘れろってことじゃないです。双葉に対しての悲しみを忘れてほしいっていう意味ですの。いつまでも悲しみにとらわれていちゃ、双葉も喜びません。だって、いつまでも双葉との思い出にすがっててもしょうがないです。双葉の分までシーナが幸せになってあげないと。私の分まで幸せになってね、シーナ。Thank you.
きですか？でも、もうこれしかないから。あ、食べかけでいいならあげるですよ。やっぱり全部じゃなきゃダメですか？ほえ？探しに来てくれると思ってたです。必ずシーナから寂しさをなくしてあげますの。カリンが必ず。進行状況やらを解説してあげるんだから、心して聞くこと。これ絶対ね。スキップしてバスを飲んだらうつべし、うつべしなんだから。カエタイのパンチはすごいよ。世界を制してもおかしくないんだから。こんな風に
こんな感じだから、痛い目に遭いたくなかったらスキップしないこと、いい？さーて、いよいよ始まったテンタマの物語。私らの一個先輩なカリンさんが出てきましたね。あの先輩見た目とるそうだよね。あんな感じでも天使になれるってんなら私ら楽勝じゃん。当たり前じゃん。来年には地上世界に降りてちょちょっと試験クリアして憧れの天使様。待ち遠しいね。いつになるって？主人公長谷川椎名の前に現れた見習い天使のカリン。果たしてカリンは椎名の幸せを見つけ試験をクリアできるのか。そして椎名はタバのことを思い出に留め新しい幸せをつかむことができるのか。ま、私たちはどうなるか知ってんだけどね。それを言っちゃゲームにならないし。それじゃあ物語の続きに。